高いですね。500とかそんな高くない。ああこのウッドで800ですね。このディスプレイはいいかもしれないですね。パイプにただ木をつける、パイプにあそこつけるだけです。このテーブルもいいですね。パイプに乗せてるだけ。サングラスとメガネが多いです。もう399。スタイリッシュです。こちらでこちらを買いました。ハリウッドロート、まだ私お会いしてないんですけど、井上隆さんご紹介、私の友人のご紹介で来ています。素敵です。400年前で漆が剥がれてこんな素晴らしい色になってます。すごいですね。これめちゃめちゃかっこいいんですけど、エルメスのバーキンぐらいのお値段ですね。こちらが今 X ビジョンです。ボールレッサンヒューマンというメガネですね。これはやっぱり本当に、かなり人気のあった方ですね。もううちでも最後の一本なんですけど、こちらの部分ですね、にだけこうフレームを押さえてるんですね。こちらにはついてない。今でこそ珍しくないんですけど、こういう形は本当に珍しかったですね。なかなか活かしているメガネです。今日は昨日買ったティファールで人参、バナナ、セロリを入れて、とりあえず野菜ジュースを作ってみようと思います。やってみよう。あれあれなんだこれ、まずそうだなこれ。我ながら、なんなんだこれ。ちょっと飲みましょうか。しょうがない。ちょっと今回の目的は健康になることなんですけど、生野菜っていいんだっけ。まあいっか。もう我慢比べをしてるとしか言いようがない。まずい。しかも量がたっぷり。青汁ってこういう感じなのかな。やっぱりまずい。